皆さんこんにちは。今回は白新千葉オープン8月男子シングルス決勝、笹本選手との試合です。3セットマッチノーアドバンテージで行います。笹本選手のサーブからスタートです。最初のポイントしっかりリターン返しますが浅くなりましたね。この完璧な3球目攻撃がスタートですね。いい入り方です。まずはこうループ系のボールで深く打って、笹本選手はあまり前に出さないということをちょっと気をつけてやっていたんですが、2ポイント目はうまくいきましたかね。15オール、これダブルフォルト、15-30。セカンドも深くて軌道が高いので結構跳ねますよね。リターンは結構しづらかった印象です。しかしミスしまして 15-40、 ここもダブルフォルト、ちょっともったいないですが私のサーブです。私から 1-0。 やっぱり前に入ってリターンしてきます。笹本選手のいいところというのは前に入った時の、テンポの速いストロークというんですかね。私としては時間を奪われているので結構、不安定な体勢から打たされることが多かったです。こういうボールですね。前に来ます。私のパッシングはネット、 15-30。また前に出ます。やっと取って、でこれをサイドアウトしてくれました。ちょっとありがたいです。サーティオール、さあなんとかキープしてリードしたいところですが、ちょっと私のボールが浅いんですかね。笹本選手のボールは結構深いですね。私が浅くて笹本選手が深いです。30-40、バックのクロスと回り込みフォアですね。さあフォアに振って、それから浅くなってダウンザライン、スライスでペースを1回戻します。深いボール、これを打ち分けますがサイドアウト。ちょっと体が開くのは早かったと思います。さあ1-1、ブレイクブレイクですね。珍しい形です。ネット、ちょっと聞こえると思うんですが風の音を結構しますね。結構風が吹いていてお互いやりにくかったんですが、暑いんでね、風がちょっと吹いてる方が暑さに対してはちょっと楽かなと思います。と言っても暑いですけどね。ラブ30、ストレート、軌道を上げます。これをしっかり返しましたね。これは狙ったんですけど思ったより遅れてしまいましたね。悪いミスではないです。取りました。これボレー、これは完璧な展開です。こうして前に出てくるのが笹本選手いいですよね。サーティオール、スライス、しっかり深く返そうとしますがアウト。さあ40-30、セカンドサーブ、深いリターン、その後返しましてスライス、回り込む、ここまで回り込みますね。アウト、これはラッキー。40オール、さあ一本勝負です。バックを狙いますが割とスライスが深くて嫌でしたね。バックのクロス、これはちょっと我慢しきれず笹本選手がサイドアウトですね。私から 2-1 です。またブレイクですね。フォア深いのをしっかり処理します。笹本選手のフォアハンドというのは割と低い弾道で深くバウンドしてくるので、これはちょっと惜しかったですね。しっかり狙ったんですが若干振り遅れました。こういうのが結構さっきもあったんですが多いですね。笹本選手のフォアハンド低くて速くてというかテンポが速くて、でさらにボールが深いので、で結構こういう風にダウンザラインストレートにすぐ展開してきます。そういったところがちょっと私としては試合してて嫌だったというか、嫌だったっていうか、ここ動画で言っちゃっていいかわからないんですが、とにかくこの試合の中ではこの速いストレート展開っていうのはあまり好きではなかったですね。これ入ったんですかね。なんかアウトのような気もしたんですが、一応セルフジャッジで笹本選手ノーリアクションだったので一応入っていることになります。さあドロップショットしっかり処理して、これはオンラインですね。しっかり入ってました。さあ 2-2、 またブレイクです。
ブレイク合戦で 2-2 まで行くのは私としても結構珍しいですね。さあ、15オール、ここら辺で少しキープをお互いしておきたいところだと思うんですが、ラリー戦になるとサーブ、リターンどっちが強いとかあんまり関係ないですからね。さあ、ちょっと私のミスが大事なところで目立っていますね。まあ、笹本選手も前に入って今ミスしましたが、まあ、ちょっとネタバレすると後半どんどん入ってきますので、これはちょっと私のね、軽率なミスですよね。別にクロスじゃなくていいんで、普通にストレート打てばいいですし、まあ、笹本選手こういうところきっちり決めてきましたね。ここはさすがです。そして初めてのキープ、笹本選手から 3-2 です。さあ、回り込みフォア、まだちょっと合ってないんですかね。15ラブ、回り込みフォア、おお、ここまで画面から外れるまで回り込みますからね。相当フォアに自信があるんだと思うんですが、40ラブ、さあキープなるか。おー、しっかり入ってきました。こういったところでしっかり入れてくるのが笹本選手の素晴らしいところですね。さあ返します。あ、これアウト。私のちょっとミドルのクロスっていうんですかね、ショートクロスでもなくてロングでもないミドルのちょっと角度のついたクロスっていうのが良かったと、良かったと思います。さあ3-3、これは笹本選手のいいところが出てますね。回り込みフォアハンドからのストレート、なかなかね、勇気のいることだと思います。さあ30ラブ、ここからもう、キープキープの展開になっていきますかね。さあ、これが結構嫌だったな。バックを狙えます。フォアを嫌がっているのが分かりますよね。私が笹本選手のフォアを嫌がっております。そして持ち上がらず、40ラブ、これはナイスリターンでしたね。ただスコア的には笹本選手は問題ないです。40-15、バック深く、そしてフォアでしっかり深く、まあ、遅いですけどペースをちゃんと守って、ちゃんと自分のペースを作って返してますよね、笹本選手。これは私がしっかり打ち切りましたね。さあ40-30、これはうまい、きっちり入れてきますね。こういうのが素晴らしいとこ。さあ、私から 3-4 で最初はサービスエース、15ラブ、これリターンエース、このミドルのクロスっていうのはとてもいいです。ストレート、ちょっとセンターですね、クロス、アウト。おお、ちょっとこの私のフォアのクロスが引っ張りすぎてサイドアウトに結構なっていたのでギリギリ入りましたね。さあ、これはなんとか前にしっかり詰めてボレーで処理しました。40-15、サーバーフォルト、フォアで打ってきます。クロスに切り返し、ちゃんと入りましたね。しかし、しっかり返してきます。バックのクロス、やっと取ったところ、ボレー、このロブ画面に向かって左に風が吹いているので左にずれてすごく難しいんですが、なんか冷静でした。しっかり決め切って 4-4。 さあ、この辺から大事なゲーム、大事なポイントが増えてきます。バックのクロス、ストレート、これはアウト。私が深いボールを打って笹本選手を前に出さないようにラリーできるといい展開なんじゃないかなと思いますが、さあ、これが続くでしょうか。これはね、もったいないですよね。さあ、15オール、スライス、フォアで、あんま持ち上がってないですね、私ね。バックのクロス、センター、これね、これミスするとこじゃないんですよね。さあ、30-15、ストレートうまい。この抜けた感じのね、ストレートダウンザラインというのがとても読みづらいですし、私もね、体の反応がなかなかできなかったですね。力抜けてる方がこのコースっていうのを読みづらいですから。さあ、このバックの持ち上がらないミスっていうのはなかなか出ないんで、
ちょっとなんとかしたいところですが、まあ、キープキープですね。さあ、フォアのクロス、やっと決まりました、この鋭いフォアね。しっかりボールの後ろに足を使って入れれば打てるんですが、これもそうですね。ただ、これはボレーが非常にもったいない。さあ、フィフティンオール。このボレーミスっていうのがね、もったいない。お、これでちょっとラッキー。まあ、お互い様というところで。30-15。ここもありがたいですね。40-15。ありがたい。さあ、5-5です。笹本選手のサーブ。最初4ゲームはブレイクブレイクでしたが、あとはもうキープキープですので、ここは笹本選手としてはキープしたいところ。私としては、どっかでチャンスをしっかり見つけて、ブレイクしたいところ。風も強くなってきましたね。ストレート、クロス、これはうまい。このミドルのクロスにしっかり入れば、角度がついて、相手が取れなくなると。まあ、そうなります。このミドルのクロスうまく使いたいところ。さあ、笹本選手、ここ得意なパターンですが、私もこれ狙ったんですけど、風がちょっと吹いてね。そして、ワイド、サービスエース、これすごいです。そして、さらに、センター。これ素晴らしいですね。さあ、ブレイクしようと思っていたんですが、一気に笹本選手のゲームポイント。40-30 ですね。これしっかりラリー。これは、ちょっと消極的になりましたね。さあ、私から5-6、ダブルフォルト。これはですね、ちょっと言い訳すると、サーブ打つ前に結構風が自分に向かって吹いてきててですね、ダブルフォルト2本、ね、2本してしまいました。さあ、ここなんとか助かってリターンミス。しっかり入れて、これもちょっと角度をつけた回り込み逆クロス、そしてストレート。うん、これはちょっとラッキーでした。サーティオール。さあ、ここを一気に取り切りたいですが、ファースト入らず。セカンド入れて、バックスライス。これはね、ほんと消極的で、一番良くないミスですね。さあ、30-40、笹本選手セットポイントで、ここで安易なミスですね。まあ、これ完全に足入ってないですからね。さあ、お色直しをして、セカンドセット。ここでなんとかね、プレースタイルを変えていかないといけないんで、と思ったところで笹本選手の、しっかりとした前の入りの攻撃ですね。1ポイント目からこの入りというのは素晴らしいですね。私としては、ちょっと、ファーストセットよりは、もうちょっと強打をするようにしてますね。強くボールを打つようにしたり、もっと足を動かすようにしたりしています。まあ、ここで体力持たなくてももうしょうがないんでね。それで負けなら負けなんで、しっかり足を動かしていくことにしました。スライス。お、前に行きます。これもったいないですね。何なんだこれ。さあ、40-15。お、うまい。この浅いワイドのサーブ素晴らしいですね。さあ、0-1。私が0-1ですね。あ、これでこれ。これをやりたかったんですね。セカンドセットの入り、サービスゲームから、このフォアの強打が入るっていうことは、まあ、これからどんどんね、その、調子を維持して、セカンドセットも取れるだろうというふうに確信をしたところです。これも入ってます。そして、これです、これです。この展開を、ファーストからやればよかったんですが、ファーストがあまり良くなかったので、セカンドで修正することにしました。しっかり切り替えができていると思います。さあ、笹本選手、ちょっと、焦ったのか。これセンターサービスエースですね。さあ、キープして1-1です。さあ、サーバーレッド。セカンド、結構跳ねるんですよね。笹本選手のセカンド。そしてストレート。ストレート。ストレートが多いですね。そしてこのスマッシュ素晴らしい。結構ね、相手の、笹本選手のバック側にロブを上げたつもりなんですが、しっかり下がってスマッシュを選択して、うまく打ちましたね。さあ、リターンミス、サーティーラブ。ちょっと浅いか。しかし、スライスで。これはちょっと深すぎました。ちょっとリターンが浅い。ストレートいかれます。これはアウト。惜しかったんですが、ちょっとリターンが浅かったですね。40-15。深くリターン。しっかりスライスで処理。その後、ちょっと打ちすぎますが、まあ、いいかなと。さあ、2-1です。逆をついて、ここでちょっと笹野選手に転倒してしまいました。
なかなかね、起き上がらなかったんでちょっと心配なんですが、一応ですね、症状はすぐ腫れが来なかったので、軽かったので、一応テーピングをして再開となります。さあ、15ラブしっかりサーブ入れます。中断というかね、時間が空いたので少しペースを落としてラリーをするようにしていますが、明らかに笹本選手動きがね落ちてますから、まあ、私としては、まあまり無理しないで普通にラリーしようという感じですね。ここで笹本選手もラリーを嫌がって強く打ちました。サーティラブ、これはちょっとだいぶもったいないです。しっかり気持ちを入れ直しましょう。さあ、サービスエース40-15ファースト入れて、ここで力抜いてミドルのクロスに決めました。さあ、2-2です。というところで笹本選手、これをリタイアですね。一応セカンドセットは 2-2、 笹本選手のリタイアとなりました。まあ、5-7、2-2 というスコアでしたが、まあ、一応勝ちで優勝ということになりました。笹本選手ね、ちょっと怪我を早く治して復帰してもらって、またやりたいと思います。この試合の感想などありましたらコメントにてお願いします。ご視聴ありがとうございました。